やあ。つえ、ほらの体が完全に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し耐えてくれ、頼む。うわ！これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと？なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。な、今度は死ぬかもね。勝てるわけ。なんぞ恐竜に勝てると思ったのか？勝てる！俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てるぞ！こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。何を言い出すかと思えば、一時間に触る野郎だ！皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。お前まさかサイヤ人か？しぶとい猿どもだ。まだ嫌がったのか。変身しろ、フリーザ。どうせなら今すぐ変身して正体を見せたら。そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。一気に見せてやる。私を本気で怒らせたご褒美です。バカ、生きてる最終形態になるなんて。歴史が大きく改変されている。これじゃ悟空さんの復活が間に合わない。今度は死ぬかもね。貴様らにいいものを見せてやろう。まさかお前勝つ自信があるのか？まあまあ、大した自信だね、ベジータ。それとも
恐怖のあまり頭がおかしくなった。死ぬのはお前だ。つまらん。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、とどめを刺しちゃうか。待たせたな。ピッコロさん。またナメック星人か。ま、いいね。ベジータはもう動けないようだね。次は君で遊んでみようかな。死ぬのはお前だ。死ぬかもね。なかなかの強さだね。部下に欲しいくらいだよ。死ぬのは。ピコロさんが死んでしまったら、地球もドラゴンボールも消えてしまいます。それなら絶対に避けなければ。でも物足りないな。君は僕には勝てない。実力の半分も。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。カカロット。あいつだ。フリーザだ。サイヤ人の星。惑星ベジータを破壊しやがった。今度は死ぬかもね。頼む。フリーザを倒してくれ。ベジータまだくたばってなかったんだね。しぶといやつだったよ。オラも少し分けてもらうぞ。その誇りを。オラ地球育ちのサイヤ人だ。お前たちに殺されたサイヤ人たちのためにも、このナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないこと。おめえ、ちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいくかわかんねえが、やるしかねえんだ。元気玉だ。悟空さんは元気玉を使うつもりです。なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りきれば、元気玉を撃てれば、きっと歴史は元に戻ります。このナメック星と近くにあるたくさんの星を、ほんの少しずつでいい元気を上げてくれ。君も思ってたよりやりにくいんだけど、君じゃあ僕を倒すことはできない。今度は何を企んでるか知らないけど。そうだ、それでいい。それでこそ俺の弟子だ。ピッコロさん！一匹もおらず、生かしては返さんぞ！やめろ、フリーザー！悟空！
許さんぞ。欲も。うわあ！俺は怒ったぞ！フリーザー！うわっ！ここまでの歴史の流れを正しいものに変わりました。フリーザを倒してください。それで全て終わります。なんと、どうしたごはん、これを連れてさっさと地球へ帰れ。今度は死ぬかもね。俺の理性がちょっとでも残っているし、とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。見せてやるぞ、 100% の力を。あと5分もすればこの星は宇宙の塵となる。何？いや、5分もあれば十分だ。貴様を倒し仲間と共に脱出する。時間稼ぎか。あのガキたちがこの星を脱出するため時間稼ぎだと？そんな必要はない。貴様は死ぬ。これからここででかい口を聞くのもそこまでだ。今すぐ黙らせてやるぞ。少しつこいくたばりぞこないね。いいだろう、今度はこっぱみじんにしてやる。あの地球人のように死ぬかもね。あの地球人のようにクリリンのことか。クリリンのことか。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。なんだ？あれは！そうか、海王様がドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。